日焼けをすると脱皮が毎回えぐいことになるヘビ屋のヒロアキです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮トラブル解決スプレーをご案内したいと思います。ボールパイソンはですね、ざっくり言うと1ヶ月に1回ぐらい脱皮をします。で、基本的には靴下を脱ぐようにつるっと脱皮してくれるんですけれども、何らかの理由でその脱皮がうまくいかない場合があるんですね。これを脱皮不全と言ったりします。その理由はいろいろあるんですけど、環境の湿度が足りなかったとか、脱皮中になんかストレスがかかったとか、あとは体内の水分が足りない時とかっていうのも脱皮不全になったりするんですが、これはね、何が原因かなと考えてそれを解決してあげるといいんですけど、たまに起こるので、やばいどうしようと思わずに、あ、脱皮不全になった、次気をつけてあげようと思ってあげるといいんじゃないかなと思いますが、今日はですね、こちらちょっと頭の部分に皮が残ってしまったパイソン、こちらはこれから脱皮を迎えようとしているパイソンです。こういうふうに皮が残ってしまった場合は、温浴といってぬるま湯につけてあげてふやかして取ってあげることもできるんですが、これがね、場所によってはやりにくかったりするわけですね。例えば目の周りにだけ鱗が残る、アイキャップっていうんですけど、コンタクトレンズみたいなのが残ったりすることがあります。で、これを取るのはね、結構怖い。だって眼球むき出しなので。怖かったりするので、そういう場合は温浴して次の脱皮を迎えるときに自分で一緒に脱いでもらうっていうこともできるんですけれども、こういうものを使ってもいいんじゃないかと。これですね、アリオンシェッドって言って、脱皮不全全解消保湿色彩ツヤの向上って書いてあります。これ初めて使ったのは、今お話ししたアイキャップになってしまったときに、これどうしようかなと思って、取るのなんか怖いな、痛いかもしれないなと思った時に、こういうのがあるよって教えていただいて使ってみたんですけども、取れました。次の脱皮の時にペロッと取れてくれました。で、基本的にこういうの使わないできちんと脱皮してくれるように環境を整えるということを努力していますし、推奨もしているんですけれども、でもね、どうしてもね、こういうのがあった方がいいなっていうパターンがある時とかには使って全然良いんじゃないかなと思います。あとはね、その個体によるんですけど、脱皮自体が本当に苦手だっていう子もたまにいるので、そういう場合はこういうのを日常的に使ってあげるといいんじゃないかなと思います。これはね、もうそのまんまかけて良いらしいです。虫類、ヘビとかヤモリなどの脱皮促進スキンケア除菌と書いてあります。なんかちょっとね、すごいデザインが FF チックで、持ってあげてもいいし持たないで直接でもいいと思うんですけど、こういう残ってしまったところにこんな感じでかけてあげると良いかなと。こういう脱皮前の時にこうかけてあげるっていうのも良いんじゃないかなと思います。脱皮をこうきれいにしてくれる助けになるんじゃないかなと思います。これくらいだったらお湯で取ってあげるぐらいで十分かなと思うんですけれども、そういうのがなかなか大変だとか、場所によってはそれが難しいっていう時はこういうのを使うことができる。で、どこで買うことができるのかっていうと、 Amazon で売っています。概要欄にもそのリンクを記載しておきますけれども、これが多分一番スタンダードなサイズなんじゃないかなと思いますが、もうちょっとちっちゃいのとか詰め替え用とかあるでね、これ何がいいのかって、スプレー性能がね超高いですね。こうシュパ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 ってやんなきゃいけないとかじゃなくて、こうグッと押すとプサーッと飛ぶような感じのスプレー性能が非常に高い、なんか工夫があるらしいんですけど、簡単にかけることができていいんじゃないかなと思います。で、こういうのを信頼する人と、本当に効くのっていう人がやっぱいるんですけど、僕に関して言えば結構効くんじゃないかなと思います。なので、脱皮不全なんですけどどうすればいいですかっていうご相談いただいた時とかに、こういうのもあるよっていうのをお話もしたりします。ただお値段はなかなかします。これ1本で5000円ちょっとするので、1本置いておくといいんじゃないかなと思います。いろんな使い方ができるみたいなので、生体の皮膚を美しくとかね、湿度を保つために日常的に拭いてあげると良いですみたいな、5000円するものを日常的にこう霧吹きみたいにプシュプシュ吹くのはね、ちょっとなんかヒカキンさんぐらいじゃないとできないかなと思うんですが、なんかトラブルがあった時にかけてあげるのはいいんじゃないかなと思います。化学薬品とかが入ってないので生体にも安心ということです。やっぱりね、どうしてもこう脱皮不全になったりすることっていうのは、あるので、そういう時にこういうのがあるよっていうことを思い出していただくと、一つの助けになるんじゃないかなと思って今日はご紹介しました。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮不全の時に効くスプレー、アリオンシェッドをご紹介しました。
当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。